2011年スペイン議会総選挙は、スペインの立法府である国会を構成する議員を選出するための選挙で、2011年11月20日に投票が行われた。スペイン上院とスペイン下院の両方で選挙が行われた。ホセルイス・ロドリゲス・サパテイロ首相が7月29日に、議会解散と11月20日総選挙実施を表明。 9月26日に任期を4ヶ月前倒しする形で国会を解散したことで行われる選挙である。サパテーロ首相は総選挙への不出馬を表明。直近の世論調査では与党であるスペイン社会労働党に対しマリアーノ・ラホイ・ブレー党首が率いる最大野党である国民党が支持率で圧倒的優位に立っていた。選挙の結果、社会労働党が大敗し、 国民党が圧勝する結果となった。投票日、2011年11月20日国民党は、大議員350議席中186議席を獲得し、絶対過半数の議席を確保した。一方、社会労働党は、議席数を169議席から110議席に減らし、県別では、セビリア県とバルセロナ県の2県でのみ、 最大得票であるという過去最悪の結果となった。選挙の結果を受けて、サパテイロ首相は退陣し、国民党党首のマリアーノ・ラホイが新首相に就任することが確実となった。社会労働党と国民党の二大政党の議席合計は前回より27議席減、得票も約10%減となり、スペイン共産党を中核とする政党連合である、 統一左翼やカタルーニャの地域政党、集中と統一など、中小政党は前回選挙の議席をのきなみ、上回った。上院議席266のうち208が、選挙によって選ばれ、残りの58議席が、各自治州割り当て議席で、自治州議会によって指名される。まず、各自治州に1議席ずつ、そしてその後は、自治州の人口100万人ごとに割り振られる。 2011年12月20日、国民党が選挙で過半数を得たことによって、第1回の投票で同の党の当時のマリアーノ・ラホイ候補が首相に指名された。また、アステリアス市民フォーラムとナバーラ住民連合も同候補に賛成票を投じた。ありがとうございます。